こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、あなたに似合う冬服はどっち？というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルではこれまでにもですね、様々な冬服を皆さんにご紹介してきてるかなと思います。例えば冬のアウターといえばダウンなのかコートなのか、このあたりですね、皆さんにご紹介してるんですが、正直ですね、どちらのアイテムもベーシックで使いやすいのは間違いないんですが、人によってこっちの方が似合いやすいよというのは間違いなくあるんですね。どんなに使いやすいアイテムだっても万人に似合うということはなくて、必ずこういった人には似合うけど、こういったタイプの人にはちょっとハマらないというのがあるので、今回は2つのアイテムを比較しながら、このアイテムはこういった人に合いますよとか、一方でこのアイテムはこんな感じの人に似合いますというところをですね、比較しながらなるべくわかりやすくですね、アイテムごとに解説をしていきたいなと思っています。今回の動画を見ていただければ、なんか YouTuber の人におすすめされて買ってみたけども自分には合わないなというところが、なんとなくその理由が分かってくるかなと思います。アイテムごとにもちゃんと特徴がありますし、あとは自分自身ですね、どんな体型なのか、どのような年代なのか、どんな雰囲気なのか、こういったところによっても似合う服ってかなり変わってくるので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですね、皆さんにぴったりの冬服を改めてですね、揃えていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に2つのアイテムを比べながら、どちらの方がより皆さんに似合いやすいのかというところですね、しっかり解説をしていきたいなと思っています。まずは冬の王道のアウターからですね、比較をしていきたいなと思ってるんですが、冬のアウターといえばダウンとロング丈のコート、この2つが思い浮かぶかなと思います。それぞれに特徴があって、どのような人が似合いやすいのかは分かれるところなんですが、まずはダウンから考えていきたいなと思います。ダウンというのは特徴的にはですね、短い丈で膨らみ感があるので、かなりカジュアルなアウターに分類されるかなと思います。保温性があって真冬には欠かせないアイテムではあるんですが、やはりデザイン的には特徴が少しあるので、似合う似合わないが分かりやすいアイテムかなと思います。どんな方に似合いやすいかというと、年代で言うと30代40代50代、あらゆる世代に似合うアイテムではあるんですが、30代から40代後半ぐらいまでは間違いなく似合ってくるかなと思います。それ以降になってくると、結構カジュアルすぎるアイテムがやや選ぶのが難しくなってくるんですね。決してダウンが似合いづらいというわけではないんですが、40代の後半以降であれば、ダウンはなるべくですね、上品なものを選んだ方がいいかなと思います。表面に光沢感がなくて、丈もですね、やや長めですね。お尻が隠れるぐらいの丈の長さがあると、よりハマりやすいかなと思うので、ダウンの中でもちょっときれいめなものを選んでいただいた方が、40代後半以降の方には似合いやすいんじゃないのかなと思います。で、体型的なところで言うと、ダウンというのはやっぱり膨らむアイテムなので、痩せ方から普通体型の方であれば全く問題なく着ることができるんですが、ぽっちゃり体型の方だとより膨らみ感が増してしまうので、なかなか合わせるのが難しいかなと思います。ですので、ぽっちゃり体型の方がなるべくスタイルよく見せたいのであれば、僕はコートの方がおすすめしたいアイテムになってくるかなと思います。で、ダウンはですね、スポーティでカジュアルなアイテムなので、もともと明るい雰囲気でスポーツだとかアウトドアを楽しむような方にはバチッとハマるアイテムなので、ぜひこのあたりの大前提を覚えておいていただければなと思っています。一方でコートというのは綺麗めなアイテムですよね。丈が長くてビジネスライクな雰囲気が漂うようなアイテムなので、30代40代以降の男性誰でもよく似合うんですが、より大人世代の方がハマりがいいアイテムかなと思っています。で、コートっていうのはやっぱりライフスタイルもすごく重要で、オンオフ兼用でコートが必要になる方だとか、ちょっと小綺麗で大人っぽく見せたい人にはハマるんですが、スポーティーな着こなしが好きな方だとか、よく動く方だとか、そういった方にはやっぱりライフスタイルだとか雰囲気も含めてなかなかハマりが良くないので、無理してロング丈のコートを買う必要は全くないかなと思います。僕自身もロング丈のコートはすごく好きなんですね。丈が長い綺麗めな感じとかすごく好きなんですが、ライフスタイルにハマらないのと、結構アクティブに休日動くことが多いので、そういった僕には意外とですね、ロング丈のコートってハマらなかったりするんですね。なので枚数としては2枚ぐらいしか所有してないんですが、ロング丈のコートは
ライフスタイルだとか雰囲気によって似合う似合わないが分かれるアイテムかなと思います。一方で体型なんですが、ロング丈のコートってぽっちゃり体型とか少し大柄な方にも似合いやすいんですね。特にタイトなチェスターコートではなくて、少しボックス型のステンカラーコートですね。このあたりは体型をうまくカバーすることができますし、縦長効果でスタイルもそれなりによく見せられるので、ぽっちゃり体型の男性にはより似合いやすいかなと思うので、体型気にされる方は結構こちらのロング丈のコートが似合いやすいかなと思うので、このようなダウンとロングコートで違いがあるというところですね。よかったら頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いて2点目の項目なんですが、ロング丈のコートの中でも2つの形に分けることができるんですね。先ほどちょっと出てきましたが、チェスターコートとステンカラーコート、全くですね雰囲気の違うコートなので、それぞれ似合う似合わないが分かれてくるかなと思います。まあ、チェスターコートというのはジャケットの延長線上で着丈の長さをそのまま伸ばしたようなデザインになっているのが特徴なんですね。シャープな雰囲気になるのがチェスターコートです。一方でステンカラーコートというのはよりベーシックなザコートというようなイメージのコートで、ビジネスで使われることも多いものなので、見慣れているという点ですね。デザイン的にはシャープさはそこまでないんですが、安心感だとか安定感があるのがステンカラーコートかなと思います。それぞれ似合う似合わないが明確に分かれてくるんですが、チェスターコートというのはやっぱりこうシャープに見えるので、綺麗めな雰囲気に見せたいだとか、シャープに見せたいだとか、すっきり見せたいという方にはチェスターコートの綺麗な雰囲気というのがバチッとはまりやすいんですね。一方で失敗するとキザになりすぎるので、そのあたりは注意が必要かなと思います。一方でステンカラーコートというのは親しみやすさだとか、ちょっとほっこりとした感じのあるようなコートなので、よりベーシックな見せ方をしたい方だとか、あまりキザに見せたくない方であれば、ステンカラーコートの方がハマりがいいかなと思います。あとは体型なんですけども、先ほども触れましたが、ぽっちゃり体型の方はチェスターコートのようなちょっと失敗するとキザに見えるようなものがなんか相性が良くないんですね。変にカッコつけてる感じを出すよりは、ちょっとぽっちゃり体型の方であれば親しみやすいステンカラーコートを着た方が間違いなくよく似合います。結構街で観察していても、ぽっちゃり体型の男性がシャープに見せられるようなチェスターコートを着てる方が多かったりするんですが、意外と雰囲気と合わなかったりするんですね。なのでぽっちゃり体型の方であれば、ステンカラーコートの安定感だとか、ちょっとこうほんわかするような雰囲気ですね、このあたりをうまく取り入れながらキャラとマッチングさせた方がはるかに似合いやすいかなと思うので、まあ、このあたりもですね比較の対象にしていただければなと思っています。ちなみにチェスターコートもステンカラーコートもオンオフ兼用で着ることができるんですが、まあ、ステンカラーコートの方がややカジュアルな雰囲気があるかなと思うので、オフを中心に使うのがいいと思いますし、チェスターコートでもシャープなシルエットのものであれば、やはりですねオンでもすごく使いやすいかなと思うので、そういった使い方もできるんじゃないのかなと思います。ので、まあ、ぜひこのあたりも含めて特徴を把握していただければなと思っています。はい、続いてトップスに移りたいと思います。冬のトップスといえばやっぱり代表的なのはちょっと綺麗めなニットなのか、一方でカジュアルめのスウェットだとかパーカーなのか、まあ、この二つに分けることができるかなと思います。で、僕のチャンネルの中では圧倒的にニットをお勧めしてるわけなんですが、一方で僕自身が好きなのは結構後者のスウェットだったりするわけなんですね。まあ、それぞれ特徴があったりするので、ちゃんと解説をしていきたいなと思うんですが、ニットというのはやっぱり綺麗めで大人っぽくて上品な印象を持つようなアイテムなので、やっぱり大人世代にはマストでハマりやすいアイテムかなと思います。年代も問わずに使えて、30代40代50代だとか、まあ、大人世代だったら間違いなくハマってくるのがニットかなと思います。で、ほぼ万人に似合うのがニットというアイテムなので、似合いづらい方というのはそこまで見当たらないかなと思います。ただ体型によってちょっと似合いづらい方もいらっしゃるので、ここは注意が必要なんですが、痩せ方だとか普通体型の方であればニット間違いなくハマるんですが、ぽっちゃり体型になってくると薄手のニットだと体のラインがそのまま出てしまうので、ちょっと似合いづらいというのがあるので、ぽっちゃり体型の場合はちょっとこう地厚なニットを選んでいただけるとバランスよくハマってくるかなと思うので、ここだけ注意すれば間違いないかなと思います。一方でスウェットというのはちょっと僕のチャンネルの中では難しめのアイテムという立ち位置かなと思うんですね。もともとカジュアルで部屋着っぽくて学生時代に着てそうなイメージがあるアイテムなので、ちょっとハードルの高さを感じる方もいらっしゃるかなと
と思います。ですが、スウェットが似合うという方も一定数いるんですね。まずどういう方がスウェットが似合うのかというと、トレンド感を重視する方ですね。ニットとスウェットで言うと、やっぱりですね、どちらも定番アイテムではあるんですが、ニットはもう大定番なんですね。一方でスウェットというのは、結構おしゃれが好きな方がトレンド的に取り入れるようなことが多かったりするので、まあ、トレンドを重視したい方には、ニットよりスウェットを着てもらうことで、かなり鮮度が高くなってくるかなと思います。で、年代なんですが、スウェットが似合うところで言うと、まあ、30代は似合います。まあ、40代に入ってくると、まあ、微妙なところで、40代前半ぐらいまではいけるという方もいらっしゃるんですが、それ以降になってくると、まあ、トレンド感重視したい方であっても、ちょっと難しい場合があったりするので、まあ、年齢との兼ね合いというところも確かに出てくるかなと思います。で、おしゃれの習得度で言ってもですね、やっぱりある程度おしゃれが好きな方の方がスウェットは似合いやすいです。おしゃれ初級者の段階でスウェットを取り入れるのはちょっと危険度が高いので、ニットを選んでおいた方が間違いがないかなと思うので、このような形で分けていただけるといいかなと思います。まあ、僕自身ですね、ニットもスウェットも大好きなんですが、個人的にはニットいっぱい買って持っているので、今年の気分はスウェットなんですね。なので、スウェットだけでも3パターンぐらい買い揃えましたが、まあ、おしゃれが好きな方であれば、スウェット、すごく旬なアイテムなので、取り入れてみるのもいいんじゃないのかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてはシャツですね。まあ、シャツに関しては冬に限らずほぼ一年中使うようなアイテムなんですが、これも2つの選択肢に分けたいと思います。1つ目が綺麗めに見える白無地シャツですね。そしてもう1つが僕の中では鉄板アイテムなんですが、ストライプ系のシャツですね。これも似合う似合わないが大きく分かれるアイテムかなと思います。まず白シャツなんですが、ベーシックで定番的なアイテムなので、まあ大人の男性にとってはマストアイテムとして挙げられることも少なくないんですが、僕の中での認識では白シャツっていうのは難易度がめちゃくちゃ高いです。というのもすごくシンプルなアイテムなので、ただ白シャツを着ただけだとビジネスのシャツを着てるような雰囲気になったりだとか、硬すぎたりだとか、無難すぎておしゃれに見せるのが難しいアイテムなんですね。なので白シャツが似合う方っていうのは結構限られています。まあ、例えばイケメン高身長みたいな、まあ、ある程度本人の素材がいい方であれば、シンプルな白シャツであってもちゃんと見栄えのベースが整っているのでバチッとはまるんですね。余計なことしなくても白シャツ着とけばおしゃれに見えるという人もいるので、こういった方にはハマりがいいかなと思います。あともう一つ白シャツが似合う方というのはおしゃれ上級者ですね。一定のセンスがあれば白シャツであっても似合わせるだけの器量があるので、おしゃれ上級者の方は意外と白シャツを着たりするんですね。でも白シャツを選ぶ際にもサイズ感だとか素材の質感だとか、どのように白シャツをコーディネートに使うのか、このあたりを熟知してないと白シャツを似合わせるということはなかなか難しいので、おしゃれが得意じゃない方が気軽にですね白シャツを使うのはなかなか難しいかなと思います。まあ、僕自身もですね、白シャツって実は持ってないんですね。これまで何度も何度も白シャツ買ってきましたが、意外と使うのが難しいというのが僕の中での結論だったんですね。なのである程度の力量を持ってる方か、イケメン高身長という高スペックの方か、この値の方であれば白シャツは似合うんですが、そうじゃない方は安易に手を出すと結構難しいというところは覚えておいていただくといいんじゃないのかなと思っています。一方でストライプのシャツというのは無地シャツに比べるとアクセントがあるので、ちょっと難しいように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこっちの方がはるかに使いやすいかなと思います。年代も特に問わないんですね。30代から40代以降の方でもストライプのシャツというのは万人に似合うものですし、まあ、割とですね真面目な雰囲気の方でもストライプぐらいであればそこまでですねエッジの効いた柄物ではないので似合わないということがないんですね。なので結構人口カバー率が広めなのがストライプのシャツになってくるかなと思います。で、体型で言うとやっぱりぽっちゃり体型の方が着るとですね縦長感が出るので、よりシャープに着痩せ感を出すことができるので、さらに似合いやすいという特徴もあったりするので、意外とストライプのシャツというのは隠れた名品かなと思っています。ただやっぱりこうちょっと派手に見えるものが苦手だとか、かなり真面目な雰囲気の方になってくると大振りのストライプ柄というところがちょっと違和感があるかなと思うので、そういう場合はなるべくピッチの狭いですねストライプ柄
柄を選んでみたりだとか、まあ、思い切ってストライプじゃなくてブルー無地にしてみるだとか、そういった選択肢もあるかなと思います。白無地よりもブルー無地の方が色の効果もあってややカジュアルに見えますし、割とシンプルに見えすぎないので使い勝手が抜群にいいんですね。なのでストライプがちょっと苦手だなと感じる方はブルー無地も含めて選んでもらうと、かなりの人口カバー率でしっくりくるかなと思うので、まあ、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてボトムスに行きたいと思っています。冬のボトムスといえばですね、もう定番的な黒系のボトムスか、季節感漂うグレー系のパンツか、このあたりで2つに分けることができるのかなと思います。まあ、正直ブラックのパンツにおいては似合う似合わないってそこまで人によって分かれないアイテムかなと思います。いろんな世代の方にも似合いますし、まあ、おしゃれ初級者の方から上級者の方までブラックのパンツってもう結構誰にでも似合うようなアイテムなので、その点で言うと万能なボトムスかなと思います。一方でブラックのパンツというのは季節感もそんなにないし、人との違いもそこまで出しづらいというところがあるので、ちょっと変化を取り入れたいなという方にはやや地味に感じることがあるかもしれません。このあたりが一つのネックになってくるかなと思います。まあ、安定感があってベーシックな着こなしをしたい方だとか、めんどくさがり屋でブラックのパンツをとりあえず合わせておけばいいやというような僕みたいな人なんかにもブラックのパンツはすごく相性がいいかなと思います。一方でグレーのパンツというのは実は使いやすいような万能なアイテムではあるんですね。だけどもブラックの方が優先順位が高いので、そこまで選ぶ方が多くないのがグレーのボトムスになってくるかなと思います。まあ、季節感で言うとブラックだとあんまり出ないんですが、グレーだと秋冬らしさというところが出るので、よりおしゃれ感が出たりだとか人との違いを出すことができるので、おしゃれをより楽しみたい方だとか中級者以降の方であればグレー系のパンツをうまく使うのが非常にバランスがいいかなと思います。一方でグレーにもデメリットがあるんですね。まあ、もともとグレーっておじさん臭い色って言われることも少なくなかったんですね。なのでグレー系のパンツをおすすめすると、なんかそれおっさん臭くないですかって言われることも少なくないんですね。それは確かにおっしゃる通りで、色そのものの特徴としましてはそういった大人っぽく見せるところがあったりするので、40代後半とか50代以降の方だとちょっとこう雰囲気にバチッとハマりすぎてしまってやややぼったく見えることがあるかなと思うので、そのあたりは注意が必要かなと思います。よりシャープにクリーンに見せたいのであれば、ブラック系のパンツの方が優先順位が高いかなと思うんですが、季節感を出したいだとか着こなしの中でちょっとこう色の差を出したい時にはグレー系のパンツというのはおしゃれに見せることができるので、すごくハマりがいいかなと思います。あとは皆さんのお持ちのアウターの色によっても変わってくるかなと思うんですね。僕は今ですね、ベージュとグレー混ぜたようなアウターを着ていますが、このようなアウターに対しては明らかにブラックのパンツが合うんですね。例えばベージュだとかブラウンだとかオリーブのような少しアースカラーっぽいアウターを多く持っている方であれば、ブラックのパンツの方がギュッと引き締まるので優先順位が高いかなと思うんですね。一方でネイビーだとかブラックだとかダークグレーのような一番オーソドックスなアウターの色ですね、このあたりが多い方だったら結構グレー系のパンツが相性がいいと思います。濃い色の上半身に対してボトムスも濃い色だとちょっと全身が重たくなってしまうので、グレーぐらいでちょっと色味を変えてあげた方が相性が良かったりするので、このような基準でもそれぞれのアイテムを比べながらですね、揃えていただければなと思っています。はい、続いてラストは足元行きたいなと思ってるんですが、白レザースニーカー VSニューバランスのグレーのスニーカー、このあたりも似合う似合わないが大きく分かれるところかなと思っています。ちなみに僕は両方好きで両方履くんですが、まあ、着こなしに応じて使い分けるようにしています。まず白レザースニーカーというのはやっぱりですね、ド定番で間違いなく綺麗めに見えるような大人のスニーカーとしては大鉄板のアイテムなんですね。なので定番的な着こなしを好まれる方だとか、大人の男性で清潔感を漂わせたい方だとか、どちらかというとストレートな表現ですね、あまり凝った着こなしではなくてもうド定番の男のかっこよさみたいなところを表現するのであれば、白レザースニーカーの方がはるかに使いやすいかなと思います。また結構女性から見た時の清潔感だとか好印象みたいなところは白レザースニーカーとはすごくハマりが良かったですので、そういった異性からの好印象というところでも白レザースニーカーは一定の評価ができるポイントになってくるかなと思います。一方でグレーのニューバランスを
スニーカーというのは白レザースニーカーとは全く違った文脈なんですね。結構僕がニューバランスのスニーカーをおすすめすると、ニューバランスの何がいいんだかよくわからないですという方が一定数いるんですね。これはですね、やっぱり白レザースニーカーが好きな方とニューバランスが好きな方というのは全く人種が違うというぐらいですね、違いがあるからなんですね。まあ、ニューバランスというのはやっぱりこうカジュアルな見た目ですよね。スニーカーの中でも本当にランニングシューズをですね、ベースにしたようなラフな雰囲気で、ちょっとクラシカルな雰囲気があって、デザインもですね、白レザースニーカーに比べるとややゴテゴテ感があるんですね。そのようなパッと見はちょっとおじさんっぽいんだけども、だけども使えば使うほど愛着が湧いてくるようなダサかっこいいという文脈ですね。このあたりが理解できるかあんまりよくわからないかによって、まあどちらを選択するのかは、まあ明確に分かれてくるかなと思います。やっぱりトレンド感を抑えた着こなしだとか、ちょっとこうおしゃれ感を出していきたいなという時には、白レザースニーカーだけでは物足りないという方も確実にいるんですね。そういう場合はニューバランスのスニーカー、明らかにハマりがいいかなと思います。まあ、おしゃれ初級者から中級者へステップアップする段階だとか、人との違いを出したいだとか、ちょっとアイテムも味わい深いものを取り入れたいという方には、ニューバランスのスニーカーはバチッとハマるので、まあ、そういった方には相性がいいスニーカーなのかなと思います。まあ、年代で言うと白レザースニーカーは、まあ、ほぼ関係なく、ほとんどの世代が履くことができるかなと思います。まあ、ニューバランスもあんまり関係なく履けるんですが、まあ、元々がおじさんっぽく見えるスニーカーなので、一定の世代以上になってくるとやややぼったさの方が勝ってしまう可能性があるので、まあ、50代くらいになったら白レザースニーカーぐらいでシャープにまとめた方がバランスがいいんじゃないのかなと個人的には感じています。正統派の着こなしが好きな白レザースニーカー派か、ちょっと味わいのあるようなトレンド感も踏まえた着こなしが好きなニューバランス派か、このあたりも大きく分かれるポイントなので、皆さんのお好みや性質によって選び分けていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では冬のアイテムの中で2つのですね、二大巨頭を比較しながら、どっちの方が皆さんによく似合うのかというところですね、お伝えさせていただきました。今までにないような企画で僕もやっていてですね、考えながら即興でお伝えしたので、まだまだちょっと荒削りなところがあるかなと思うんですが、よかったら皆さんの服選びの参考にしていただければなと思っています。今回は2択でですね、それぞれ比較するような形にしたわけなんですが、まあ、どちらかだけを持っておくのが正解というわけではなくて、どっちもありなんですよね。だけども方向性の違いというのがあるだけなので、そのあたりは皆さんの好みだとか、あとは年代だとか体型だとか、そのあたりも踏まえながらですね、選んでいただけると、よりですね、皆さんに合った着こなしというところが実現できるのかなと思っています。まあ、今回は冬服バージョンという形でやりましたが、皆さんに喜んでいただけたら春バージョンだとか夏バージョンも含めて作っていきたいなと思うので、よかったらまたコメント欄でメッセージいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、普段なかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツーなですね、専門ブランドなんかに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信やっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってですね、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっているので、よかったらこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。